はい、どうも、カズペンです。いつもご視聴、高評価ありがとうございます。今日なんですけれども、救急車の有料化について私なりの所見を述べたいなということで、この動画を撮ります。ちょっと長くなりますので、2回に分けてお送りしたいなと思いますので、またそちらの方もよろしくお願いいたします。その前にですね、この話を撮る前に私自身も救急車で運ばれたことはありますし、約20年前ですかね、私のおじいちゃんが肺がんで亡くなったんですけれども、その亡くなる直前によく救急隊の方来ていただいて病院まで搬送していただきました。その説はどうもありがとうございました。僕のおじいちゃんを運んでいただいた救急隊の方、まだ現役でね、消防士されているかなと思うんですけれども、見ていたら本当ありがとうございました。もう何回も何回も読んですみませんでした。ありがとうございました。僕のおじいちゃんも何回も救急車で運ばれてるんですけれども、まあよくね、おばあちゃんがね、言うてました。まあ、本当に救急隊っていう仕事は素晴らしい仕事やと。あんたもまあそういう立派な仕事に就けるように頑張りなさいとよく言われたんですけれども、まあ今こうやってね、実際に消防士になって救急救命士になっておるところなんですが、そんな私から、まあいきなりなんですけれども、救急車の1回の利用料、1万円でどうですか？まあ、冒頭にもお話した通り、僕はおじいさんが何度も何度も救急車で搬送されていたんですけれども、まあ、死んだ後に、まあ、おばあさんに聞いたんですね。救急車ってお金かからへんの？僕を聞いたら、まあ、おばあちゃんから、まあ、救急車っていうのはまあ無料で、利用できるんだよということを教えていただいて、あ、そうなんやということで、まあ、中学生の頃に初めてそれを知り、それと同時に、この救急車ってでも無料って誰がお金出してんの？こんな続くんかなっていうのも中学校の時にね、かすかに思ったのも覚えています。で、現在救急車っていうのは、まあ皆さんご存知の通り、もちろん無料で利用はできるんですけれども、まあ税金払ってるじゃないかっていう人もいてるんですけどね。まあ私も含めて、全員ね、みんな税金払ってますので、まあそういう意味では確かに無料ではないんですけれども、まあ利用料、これについては聴取していません。今日はそんな救急車の有料化のお話なんですけれども、まあ例えば皆さん、市民体育館っていうのをちょっと想像してください。救急車とはちょっと話がそれますけれども、市民体育館っていうのは、まあ、市町村の行事に使用するほか、やっぱり災害とかね、そういった時に市民の方が避難してくる場所として使用するなど、都合にね、有益な施設ではあると思うんです。また、体育館を利用して、まあ、バスケットボールとかね、バドミントンとかバレーボールとか卓球とか、まあ、こうやって個人や団体でお金を出して利用する、一時利用することも、もちろんできます。僕は救急車ってこの体育館と同じじゃないかなっていう考えなんです。というのは、税金で消防署を建てて、そこに消防士を配置する。いつでも出動できる体制を整えて、有事の際には出動。ですけども、ここでちょっと問題になってくるのが、火災出動と救急出動というのはもう大きく違うということですね。まず、火災についてなんですけれども、まあ、火事が起こって、最悪、まあ、こう延焼していけば、まあ、周りの家にも被害が及びます。家や、まあ、物品だけではなくて、人のね、命まで脅かす、そういったことがあり得ます。どんな火災であっても、早くに消防車が来て、それを鎮圧して消すっていうことはね、非常に有益であると。まあ、公益ですね、公共の利益。すごい大きいなと思います。火災出動についてはそうなんですけれども、一方でね、救急出動。まあ、これって完全にもうその呼ばれる方個人のまあ利益のためだけですよね。まあ、これ以上何かありますかっていう話で、もうそれ以外もう議論の余地がないんですよ。その方の利益のために僕たちは出動するんですね。ここでさっきの体育館の話にちょっと戻るんですけれども、個人利用している見ず知らずの人のお金払いますか？払いませんよね。今救急車が置かれている状況って、まあ、それに近いんですよね。今日のお話はちょっとこれぐらいにしておきたいなと思うんですけれども、次回はね、この話をした時に、こういう時じゃあどうやねんっていうような質問についてお話します。まあ、それと合わせて、まあ、一本の動画やということで、ご理解いただけたらなと思います。というのはね、やっぱね、長い動画ね、編集するの大変なんです。僕も本当は毎日アップしたいんですけれども、やっぱりね、時間がちょっとどうしてもないので、こういったことになってしまうんですけど、またね、お時間ある方は次の動画もご覧いただけたらなと思います。では今日はこの辺で失礼いたします。また。